グリムの法則もしくは第一次死因推移は1822年にドイツの文献学者ヤーコップ・グリムがドイチェ・グロマーティックの中で体系化したゲルマン語における死因推移の法則である。以前より公用者の間でなんとなく指摘されており、最初に陰謀語との系統的な比較を発表したのはラスムス・ラスクであるがグリムの発表で定着した。 陰謀語の本格的な比較言語学はこれに始まる。これらの破裂音は、陰謀祖母ではそれぞれ有性体気音 BH、DH、GH、GWH であったと現在では考えられている。有性有機破裂音から、ゲルマン祖母において有性無機摩擦音 W をへ有性破裂音 B、D、G、GW に変わった。このグループの推移は、 ラテン語においては不規則性が大きいので直接並べていない。このグループは大変稀である。ありがとうございます。